どうも、さしこんです。もう今ね、後ろね、もう猿がいるんだけど、まあそれはいいんだけど、今日ね、久々に、まあ、音楽チャンネルということで、あのね、タイムトラベラーズ見に行ってきました。タイムトラベラーズって何かというと、あの、元ブルーハーツの川ちゃんが、あのベースの川ちゃんね、が、あの、所属してるバンドで、で、ベースが、あのギターが川ちゃんになってて、で、ベースが、あの、ブルーハーツで、あの、河本ひろとが、以前やってたあのザ・コーツっていうバンドをやってたんだけど、でそのコーツのベースだった亀山さんも参加してるんですよ。でそれが大阪でやってて、で見に行ったんだけど、で俺最初ね、タイムトラベラーズってね、やっぱ川ちゃんが主体でやってるから、すごい幸福の科学のなんかちょっと宣伝みたいなバンドなんかなと思ってたんですよ。で見に行ったけど、ほんとね、かっこよかった。あのね、ちょっとなんか一部だけ、まあなんか政治関係のなんか MC ほんのちょっとだけやってたんだけど、でも良かった。やってたんかな、ちょっとあの爆音でちょっと何言ってるかは聞こえなかったんだけど、なんか公明党はどうのこうのって言ってた気がするんだけど、川ちゃんが。でもそれ以外はほんとかっこいいロックンロールバンドでした。うん、まあ残念ながらね、あの川ちゃんの、ね、ギターがね、ちょっとなんやろ、接触不良っていうか、コンディションがあんまり良くなくて、ちょっとギターがボロボロだったんだけど、まあ、それでもね、あの川ちゃんね、あの今年で60歳になるんだけど、61歳か、あのジャンプしました。あのブルーハーツのね、その名物師でもあるあのベースを持ちながらジャンプみたいな感じで、そうギターをね変えてねやってましたね。うん、でその後にね、なんとね、カジ君もいたんですよ、ブルーハーツのドラムので。もうその二人が いるってことはなかなかないことですから、ちょっと写真撮ってもらいました。まあこれはツイッターでアップしてるんだけど、カジ君って東京じゃなくて大阪にいるんでしょうかね。カジ君って結構なんか大阪、地元が大阪って聞いてたんで、もしかしたら大阪に住んでるんでしょうかね。まあとりあえずね、ほんとかっこよかった。もしなんかまたね、あの関西でやるのであれば、ちょっとまたね見に行きたいなと私は思っております。はい、というわけでタイムトラベラーズすごいおすすめです。あのね、物販がなかったんだよね。物販とかなんか T シャツとか CD もなかったんで、これね出してほしいですね。ぜひもしあの亀山さん見てるのであれば、ぜひね、あの見てやってほしいですね。あもう今すごい、もうなんかもうなんか女子高生か女子中学生か、なんか帰宅途中やから、なんかすごい俺のことジロジロ見てくるんだけど、そんなことは構わない。はい、というわけでね、タイムトラベラーズほんと良かった。マジでね、おすすめです。はい、ありがとうございました。